安ヨガ。Tap here for your language. 68歳、2週間で瞳が輝き出したって？おめでとうございます。本気でまぶたのたるみを取るための徹底美顔ヨガを一緒にやっていきましょう。絶対最後まで見て、一緒に20歳若返ろう。鏡を用意して始めるよ。Here we go! 片方の肩に手を置いて、首筋を伸ばしていきましょう。深く深呼吸。意味の美顔ヨガへようこそ&お帰りなさい。今日も美しくなることを選択したあなたは偉い。この美顔ヨガはマジでまぶたが持ち上がるよ。後半かなりきついけど一緒に頑張ろうね。糸を顔上げて、反対側も片手を置いて、深く深呼吸。ゆっくりと顔を上げます。次は背中を丸めて、肘は前、息を吐き切って息を吸いながら、胸を前、肘は後ろ、吐きながら背中を丸めて、肘は前、吸いながら胸は前、肘は後ろ、繰り返します。それでは耳の下のこの筋をぎゅっと掴んでほぐしていきましょう。深呼吸しながら、この鎖骨までつながるところをほぐしていきます。美顔ヨガは自分のペースでゆっくりと行ってください。痛みと対話しながら気持ちいい範囲で行ってね。無理やりやると逆効果だから注意してね。今度は反対。意味の美顔ヨガは毎日行うことができます。朝昼晩、好きな時間に実践してくださいね。まぶたのたるみ改善を確実に実感するために、この動画を1週間毎日やって変化を見てみよう。効果をもっと感じたい人は概要欄を見てね。今度はこの辺ですね、前頭部の部分をこうやって指で捉えて揺らしていきましょう。頭皮のコリはまぶたのたるみを引き起こすから、しっかりほぐそうね。ここは一番緊張しやすいところなので、重くしっかりと根元から頭皮を捉えて動かしていくようなイメージで揺らしましょう。頭皮はあなたの顔の土台。この部分をほぐすことで何倍も効率的に効果を引き出せるんだよ。おでこ全体を関節でこうやってほぐしていきましょう。肘を台につきながら、頭の重さを使ってやっていきましょう。ちょっとずつ移動させながらおでこ全体をほぐします。目髪をほぐしましょう。こうやってつまんで硬いところをしっかりとほぐしていくようにしましょう。目の周りにたまった老廃物をしっかり流して、目の周りの血流を上げていきましょう。細かくつまんであげましょう。それでは
ここの部分を使ってこのほうれい線に沿わせます。こういう風に置いて、で鼻の横、ここにもこう人差し指がこういう風になるようにします。でこうするとプロレスラーのマスクしてるみたいな感じなんですけれども、ここに顔面動脈っていうのがあります。でここの位置、このまま優しく呼吸して指で覆っていきます。顔面動脈は顔の血行を司る大きな血管、この部分を温めるとあなたの顔の血行は改善し、新陳代謝が高まる。あなたのお顔を美しく生まれ変わらせることに大いに貢献するんだ。それでは左右に指を置いて、ゆっくりとまずは右、左、右、左、絶対に無理をしないで、自分のペースで右、左と動かしていきましょう。目の奥にある筋肉が弱まると、あなたの目の周りも垂れてくる。若々しい目元のために丁寧に動かしていこう。はい、今度は上下に動かしていきます。ゆっくりと上、下、上、下、自分のペースで、無理をしないで、頭痛がしたり気分が悪くなったらやめてくださいね。それでは眉毛の上に指を置いて、眉毛の動きを止めるように指を置きます。そして眉毛の力で持ち上げてください。眼輪筋を鍛えて血流を上げることで、まぶたのたるみも持ち上がっていきますよ。さらにおでこの血流も一気に改善するよ。あなたのおでこが熱くなるのを感じて頑張っていこう。眉間にシワを作らないように注意してね。次は眉毛の下に指を置いて、眉毛をギュッと持ち上げるイメージです。まぶたをギュッと伸ばしてまばたきします。まぶたの筋トレをすることで、まぶたを鍛えて血流を上げて張りをもたらしていきます。年を取るとおでこの力で目を開くようになる。その結果、まぶたを開く筋肉がどんどん老化して垂れていくんだ。このエクササイズはあなたのまぶたを開く筋肉を鍛えることができる。だからしっかり呼吸しながらまぶたの筋肉を鍛えていくよ。次は眼輪筋の周りの上のあたりをつまみましょう。深呼吸しながら凝っているところを見つけてほぐして流していきます。骨の周りに溜まった老廃物を流していくようなつもりでつまんでいきましょう。眉毛の下の骨のところにもしっかりと指を入れてほぐしましょう。眉毛の下のこの鼻の付け根のところをこうギューッと掴みます。そしてギューッと引っ張った状態で揺らしていきましょう。年齢が上がると眉間に力が入りがちになる。するとあなたのまぶたはそれに引っ張られて垂れてくる。まぶたのたるみは実はあなたの普段の眉間の使い方と大きく関係してるんだよ。しっかりほぐそうね。次は前のすぐ下のところにこうやって指を置いてください。でこの眼球を押すんではなくて、眼球を優しくマッサージするような感覚で、眉骨に沿って少しずつ動かしながら
優しく優しく、この時も豆腐を指で優しく押して潰れないぐらいの強さで、ただただ眼球を撫でるようなイメージでマッサージします。ギュッと押しすぎると眼球に圧がかかりすぎますので、決して強く押さないで優しく撫でるだけです。はい、反対側も眉のすぐ下のところから眼球を優しく撫でます。眉骨に沿って少しずつずらしながら、目玉がくすぐったいなって感じるぐらいの力で、眉毛の骨、こうやってあります。ここの部分を触れるか触れないかの力で2本の指で優しく触れます。眉毛の毛がある人はこう優しく毛に触れるか触れないかで、毛が生えてないところもこの骨のところもしっかりと優しく触れます。繊細な感覚を観察します。目を閉じて優しく呼吸しながら行いましょう。強い力じゃないんだよ、本当に繊細な力こそが奥にある詰まりを取るんだ。次は反対側も同じように2本の指で触れるか触れないかの力で眉骨を触ります。これは額や目の周りの緊張を取る画期的な方法なんだよ。あなたの指の動きに合わせてどんどんほぐれていくのを感じて。さあもう一度眉毛の上に指を置いて眉毛をしっかりと持ち上げていくよ。さっき持ち上がりづらかった場所を意識して持ち上げてね。あなたの額の筋肉が垂れてくるとまぶたの脂肪も垂れてくる。だからしっかり持ち上げていこう。眉間にシワを寄せてない？ちゃんと呼吸できてる？絶対に無理にやっちゃいけないよ。あなたのおでこに愛情と尊敬を込めながら丁寧に行ってね。もしこの動きがきつくなってきたらこうやってほぐして休んで、疲れが取れたらもう一度挑戦してね。疲れてきたら休みながらでもいいんだよ。私の年齢じゃもう手遅れかって？大丈夫、筋肉は裏切らないよ。一緒に鍛えていこうよ。昨日より今日、今日より明日、必ずあなたは今からでも成長を実感できるようになる。さあもう一度まぶたの上に指を置いてギュイーンとまぶたを閉じるよ。さっき動きにくかったところを意識してね。
年齢がいくとここの筋肉が硬くなって使わなくなっていくんだ。だからここを鍛えれば必ずまぶたは持ち上がるよ。眉間にシワが寄らないように注意しながら丁寧に丁寧にまぶたを動かして、ほらどんどんあなたのまぶたの筋肉が温まり始めたよ。まぶたが垂れてるなんて絶対誰にも言わせない。私たちは美しく輝く目元を手に入れてみせる。やっぱりもう年だから手遅れなんじゃないかって？大丈夫、私を信じて。子供の頃は目を見開いて毎日の発見にワクワクしていたでしょ。大人になると目を見開いて驚いたり笑ったりする回数が少なくなっていくの。だからこの筋肉はどんどん低下していったんだよ。さあ今のあなたなら子供の頃のように目をしっかり見開いて新しい発見ができる。最高の笑顔を作るためにまぶたをしっかり開いて輝く今日を生きていこう。あと少し頑張って。次は手のひらで目玉を覆いましょう。リフト、目玉の手のひらから伝わってくる熱を目玉にしっかりと与えて深く呼吸します。じわじわと手のひらが温まって、そして手のひらからその熱が目玉に伝わり、目玉から熱が手のひらに伝わりと、お互いに癒し合っているのを感じます。普段酷使しているあなたの目玉を手のひらでいたわってあげて。しっかりと愛情をかけてあげればあなたの瞳はキラキラと輝き出すよ。ゆっくりと開けていきましょう。ゆっくりと目を開けて、ほら見て、あなたの目元こんなに引き上がったじゃない。明日も美顔ヨガで美しい目を維持していこう。イミの美顔ヨガのあなたのチャレンジをイミにシェアしてください。あなたのビフォーアフター写真をメールでお送りください。詳細は概要欄を見てね。参考になったという方はぜひいいねボタンをお願いします。まだの方はぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いします。今のあなたにおすすめの動画はこちら、ぜひ見て。